アナログディレイとサイン波の組み合わせって最高っすね。今回はメイトリアークの内部のパッチングについて解説していこうと思います。で、メイトリアークは90のパッチポイントがあって、内部だけでもかなりのモジュレーションをすることが可能です。で、このフロントパネルのパッチングをやる前に、まずリアパネルのキーボードのパッチポイントを使ってパッチングしていこうと思います。で、まずモジュレーションのフェイルのアウト、ここからアウトプットの VCA1 インに入れてみます。モジュレーションホイールで音量のコントロールができるようになります。じゃあこれをカットオフ1インに入れます。じゃあピッチ1インにも入れてみます。こんな感じでモジュレーションホイールで各パラメータをコントロールすることが可能です。じゃあ次はキーボードベロシティアウトですね。ノートオンする強さで音量が変わります。で、これフィルターでもできます。では次はアフタータッチキープレッシャー、鍵盤を押さえた後の圧力ですね。で、これはボリュームにも使うことができます。まあこんな感じで自由にパッチングして、キーボードの演奏でパラメータを変化させることが可能です。ではフロントパネルの変調やっていこうと思います。で、メイトリアークは2つのユーティリティーズのモジュールがあって、マルチとアテネーターの機能があるんですけど、マルチとアテネーターはモジュラーシンセにおいてすごく重要な機能です。まあ、通常のシンセなんかアテネーターとかマルチっていう言葉ないんですけど、まあ多分同じことをマトリックスモジュレーションで多分やってる感じですね。で、ユーティリティーズのマルチは4つのパッチポイントで1つの信号を3つに分けたり、3つの信号を1つにまとめたりする機能があります。まあ、いわゆるマルチプルとサムの機能ですね。で、アテネーターは信号の強さをコントロールします。で、マイナスの値にすると信号が反転します。ではユーティリティーズの LFO でちょっと変調してみます。VCA1CVIN 音量ですね。こんな感じで信号の強さをコントロールすることが可能です。で、このアテネーターは CV で変調することも可能です。じゃあ LFO のウェーブアウトを指してみます。
まあ、サイン波の波で延長してる感じですね。フィルターに挿してみます。じゃあマルチを使ってみます。で、今アテネーターのアウトがカットオフの1インにつないであるんですけど、これが最終の接続なんで、これを2つに分けます。ユーティリティーズに挿します。で、3つパッチポイント空いてるんで、ここから3つのパラメータを変調することが可能です。ちょっとこれ届かないですね。じゃあオシレーター4の FM に入れてみます。一つでフィルターのカットオフとオシレーター4のパラメータを変調しました。で、これ逆に3つまでのアウトの信号をマルチにつないで1つのパラメータを変調するっていったことも可能です。で、こんな感じですね。で、右側のこのユーティリティーズはマルチとアテネーターと LFO なんですけど、左側はマルチとアテネーター2つありますね。ではモジュレーション LFO の解説をしていきます。で、 LFO はレイトインとシンクインで、サンプル&ホールドランダムのアウトとノイズアウト、ウェーブアウトってあります。で、ウェーブアウトはウェーブフォームで選択した波形を出力します。オシレーター1のピッチに入れてみます。他のはちょっと音出さないようにします。今ランダムノイズ波ですね。で、4つのオシレーターはそれぞれ同じパッチポイントがあって、ピッチイン、パルスワイズモジュレーションイン、ライン FM イン、で、ウェーブアウトですね。で、パルスワイズは区形波かパルス波選択しているときに変調することが可能です。この辺はもう変調の定番ですよね。で、ライナー FM インは FM 変調が可能です。で、オシレーターもアウトあるんで、オシレーター同士の変調も可能です。
感じで LA4 とはまた違った変調が可能です。キーボード CV アウトをモジュレーションのレイトインに入れるとウェブフォームをオシレーターとして鳴らすことが可能です。で、モジュレーションのウェーブアウトをミキサーのオシレーター1インに入れます。で、こうするとオシレーター1が無効になってモジュレーションのウェーブアウトが有効になります。で、レイトでピッチをコントロールします。まあ、通常のオシレーターだとサイン波ないんですけど、こうやってサイン波鳴らせるんでいいですよね。アナログディレイとサイン波の組み合わせって最高っすね。まあ、こんな感じでいろんな変調が可能です。で、アルペジエーターシーケンサーも CV 入力出力あるんでいろいろ変調することが可能です。サンプル&ホールドの波形でこのアルペジエーターのレイト、スピードを変調します。まあ、こんな感じでランダムな演奏になります。まあ、シーブアウトでいろいろ刺すことができます。まあ、こんな感じで今回は内部パッチングの簡単な解説をしました。まあ、さすがに90個もパッチポイントあるんで音作りの可能性はめちゃくちゃあります。で、まあ、さらに外部の CV のマシン使って変調することも可能なんで、まあ、本当にできることが無限にありますね。次回は外部のマシン使って変調してみたいと思います。